今日のご理解です。池上金光大臣三好より、ご神君一つ。神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。大坪宗一郎氏身にご理解より、神の恵みが分かれば悲しゅうなり、ありがたくなり、嬉しゅうなる。親の喜びを自分の喜びとしての心がけができたとき、親の心が分かったときである。悲しゅうなるとは、神の恵みが本当に分かったとき、その恵みに対して自分の信心が足りないことが分かるところから悲しゅうなる。そして足りない私でも、このようなおかげをいただいておることがありがたくなり、最後にはうれしゅうなってくるのである。私は本当に過分なほどのおかげをいただいていると思います。にもかかわらず、十分にお役に立てていないことが相すまないことだなと思います。しかしそれでもおかげをいただかなければお役にも立てません。そこでどうでももっともっとおかげをいただきたいと願わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。